こんばんは。今日も楽しいお稽古でございました。津軽海峡冬景色、早速コードネームをつけてお届けいたします。つけて弾き歌い弾き語りができるとピアノはとっても便利でございます。今日もとっても楽しいレッスンでございました。お子様の安全、お子様を危険から守るのも指導者としての役割でございます。皆さんも無理をしないで楽しく歌いながら弾いてみてください。それではだるまさんが転んだ、最初はグー、あじゃんけんぽん、生まれたて、あ1歳、あ3歳、あ6歳、シニアの方待って、楽しく学べます。フライパンの中からキーとこっちを見ている食べ物ってなんだ、目玉焼き、素敵なステーキ、猫が寝転んだ、布団が吹っ飛んだ、なぞなぞダジャレ、楽しく遊びながら学ぶことも大切です。それではまた。